はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どう？大丈夫。そんな、どうしたの？そんな、あいって言って、怒鳴ってるけど。大丈夫？はい、大丈夫。声小さいじゃん。大丈夫？大丈夫です。大丈夫で、ね、はい。今日何の回これ？はい。RB の回です。RB って何なの？ RB って。ランニングバック。ランニングバック。あ、ランニングバックで。はい。ランニングバック。はい。ランニングバック。はい。で、トレーナー、マネージャーどっち？トレーナー。トレーナーのやりがいってさ、これ誰かに聞いたらなんか餌をあげることとかだけ言ってたけど、なんかある、なんかやりがい。で、考えてる時点でないと思うよね。え、じゃあ選手から見たトレーナーって何？あ、陰ながら支えてくれてる存在。おお。陰に入りたくなくね。なんか表からどんどんこうやってますよアピールしたよね。そう、陰ながらよく言われるじゃん、オフェンスラインのさ、なんか陰の力持ちとか、そんなん嫌だもん。もう、こう表前面に出て活躍してるのアピールしたいからね。でもね、ほらランニングバックにでしょ、これも前面に活躍できる人たち。どう、活躍してる？自分の中ではしてると思います。活躍してる？はい。活躍してる？はい。本当？なんか俺さっきしょぼかったけど大丈夫？大丈夫。どうやったら活躍できるの？駆け抜けることです。トレーナーはどうやったら活躍できるの？こうチームに貢献の仕方、いつもどういうこと心得てる？そうですね、チームの全体を見て、うん、広い視点、視野を持ってプレイヤーを見るようにして。これさ、またなんか余談になっちゃうけどさ、よくあるじゃん、広い視野って。俺それ何とか思ったんだよ。なんか思うな、広い視野を持つってどういうことを言うんだろう。まあ、ちょっとコーチの藤井コーチに聞いて、広い視野ってどういうこと？まあ、簡単に言うと、いろんなところにその目が行き届いて、まあ、ケア。ああ、こうなんか一個じゃなくていろんなことに気を使えるっていうイメージだよね、多分。あ、そういうことか。なんとなく自分の中でよく分かるようになりました。今日ね、前なんかね質問もらったんですけど、ランニングバックのパスプロの位置関係っていうのを今日ね、たまたま藤井コーチいるので教えてもらうと思うんですけど、いいですか？はい、大丈夫です。じゃあみんなも聞こうか、今日は。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあやっていきますか。はい、まあ今オフェンスライン、まあ、ラインナップしているんですけど、まあ、右からとりあえずセンター、ね、ガードタックルね、はい、まあ、左サイドの、はい、パスプロなんですけど、まずパスプロのその入り方っていうのが、はい、まあ、いろいろ、まあ、ショットガンでもセットバックでもあるんですけど、基本的には一緒で、あのとにかく早く詰めるっていうことがまず一つ目で、次は内から詰めていく。よくあるのが、まあ、ショットガンで今やりますけど、ただなんとなくこの辺に行ってしまうと、例えば中のブリッツが入ってきた時に内側にアプローチしなきゃいけなくなるんで、そのままこういう QB に近い状態になってしまうので、そしたらちょっと俺、私がじゃあ QB の位置立つね。で、私じゃあ QB の位置でこうセンターガードタックルいて、ここにランニングバックいます。じゃあ行きます、レディーゴー。はい、ブリッツ来た。で、この位置ね。で、やってはいけないやつもう一回お願いします。はい、行きます、レディーゴー。そうするとこう QB の前に来るからパスが投げづらいってこと。はい、そうです、はい、でもこの中に入られるパターンってあるじゃない。はい、その時どうやって対応してるの？基本的にはもう中に来るときはすぐそのオフェンスラインの後ろまで詰めて、そのラインバッカーの入るスペースっていうのを、動けるスペースをまず殺すっていうことが大事で、あ、はい、まあ、そのパスプロのアプローチの仕方はまあ下に行くのか上に行くのかはまた別として、まあとにかくここのギャップをすぐ詰めるっていう。今さ、すげえいい話してるじゃん。はい、あいつら聞いてないよ。あれやばくない？やばくない？さっきまで向こう見てたで、あれ。おい、大事やぞこれ。大丈夫？さ、ちょこういうチーム大丈夫なの？不安になっちゃうんだけど。いや、普段から教えてるの。大丈夫だろうね。で、多分やらしたらわけわかんないことするタイプだよ。じゃちょっとね、横から見ればどこまで、ここはラインのケツどこまで詰めるかをちょっといきます。レディーゴー。ここね、まあここね、ヤードで言ったら 1.5 ヤード、いや1ヤードか、1ヤード強か、これ1.2ヤード。相手の入り方にもよるんですけど、うん、まあ、早かったら当然、うん、ちょっとこのスピード関係にもなるんですけど、うん、まあ、ちょっと後ろめになってしまうこともあるんですけど、うん、とにかく早く詰めるっていうのが大事。
なるほど。じゃあこの時の当たる、イメージってどこをどうしたらいいの？このラインバッカーが振り付きたって言ったら、そしたら、まあ教科書通りの言い方をするともう普通に当たりにこう詰めるのね、足詰める、はい、うん、で多少前目に行っても横のスペースがないんで、うん、そこまで大きくかわされるっていうことはないので、はい、ここに、まあ、ガードとタックルがいる、このちょっとどいてもらって、ここね、この隙間の中で勝負すればいいってことね、はい、ここの位置関係で、はい、まあ横でいう2ヤードぐらいな、1.5 ヤードぐらい、はい、ここで勝負できるイメージで、はい、その時になんかテクニックってある？なんか、まあ、基本的なブロックで、ブロック、まあ、正面から食いつく場合もあるし、まあ、カットブロックも考える。カットブロックは簡単に言うと相手のこの辺、うん、頭を持っていく、あ、こういう感じで、はい、ああ、そう。あそこに矢野くんもね、ラインバッカーもやってんだよね。はい。で、ランニングバックのパスプロが来て一番嫌なのってどんな？一番嫌なの、低くて、うん、もう相手も低くて、そうしたら自分もそれに合わせなきゃいけない。もう低いのが一番嫌です。あ、低いとさ、じゃあラインバッカーも低くなるじゃん、はい、そうするとこのQB見えなくなるよね、どうしても。ああ、そうですね、うん、そこ結構、このやっぱ低く行く意味ってそれあるよね。はい。うん、低く来たら低く行くから、今度はちょっと視界から今度キャリアが見えなくなるよね。あ、なるほど、わかりました。したらちょっと次いきます。はい。そしたらね、ちょっと今度はディフェンスエンドをランニングバックがフォローするパターンをちょっと聞きます。なんかあります？まあ、フォローで、まあ、よくやられてるとこを、うん、まあ、押さえに行くんですけど、まずやっちゃいけないことは、パスとしてオフェンスラインに当たってしまう。あ、それすっげー、パスプロしてて一番鬱陶しいパターンだわ、はい。オフェンスラインは自分の感覚でやっているのに、うん、そこから後ろから力が加わると今度変な方向に、そう、バランス崩すよね、はい、オフェンスライン、バランスを崩してしまうので、うん、逆にやられる原因を作ってしまいます。で、ディフェンスラインも多分これ嫌だと思うんですけど、うん、フォローする時のポイントとして、ここで顔出してるとこのここに当たりに行く。ああ、なるほど。これもう顔出したら当たりに行くって感じね、はい、顔出てたらもう当たりに行くと、うん、次から本店のダッシュがちょっと弱まります。また来るんじゃないのか。それの時当たる時に、うん、と手で行くのか、もうショルで行くのか、ヘルで行くのかって。あんまり大きい声で言いたくないんですけど、うん、相手の顎を目がけて打ちに行くような、打ちに行くような、はい、をヘルメットで行く感じ。はい。あ、なるほどね。でそんな感じ。ちょっと一回、じゃあちょっと試しにあそこちょっとあくびしだしちゃってから、ちょっといいですか。ちょっとじゃあ今聞いてた、本当に。聞いてた。じゃあちょっと、じゃあディフェンスエンドのフォロー。キュービーここだけど。うん。じゃあ行こう。行きまーす。レディーゴー。これな、今内側に一回行ったのはどんな意味があったの？多分最初にブリッツ、あ、ブリッツをまず内側を見て外に行くって感じだ、はい、そこからまあ普通来てなかったら、うん、フォローしたいんだったらそのまま一緒に広がって、うん、タックルのこの辺まで行きます、うん、でそこから流されたら内に行く。あ、したらさ、これすごい疑問なんだけど、はい、ここをもう一回ついてもらっていい？で今のこの最初の入りが、はい、まずはこの、まあ、いわゆるあそこだよね、はい、B ギャップ、はい、B ギャップに向かって突っ込む。基本はここ B ギャップ、 B ギャップ行ってから外に行く。そこから来てなかったら外に行く。あ、まあ、ガードがマンツーマンでやられている場合は、まあ、ガードに行ってくれてもいいです。あ、そこはもうやられてる方優先ということ、はい、なるほど。なんとなくこんな感じで大丈夫ですかね？はい、大丈夫です、はい。ついでに、ね、このリレーションがあるのでロールアウトについてもちょっとやってみたいんだよね、はい。じゃあロールアウトについてはね、まずね、ルール決めが多分必要なんで、今回はこの左タックル、左ロールなんで、この若林くんが左タックルで、これで左にロールアウトする場合、若林くんどんな感じで？でインサイドナンバーを狙って、うん、そう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 、インサイドナンバー狙います。じゃあランニングバックは？ランニングバックは、うん、まっすぐ行くのではなくて、ちょっとR を描きながら、R を描きながら、はい、タックルの外肩、はい、外肩、縦に入りに、縦に入りに、縦に入りに、はい、
でこの時に若林君とまあこのままダブルチームでなってていいんだけど、今度は一応タックルは内側を顔を見ながらダブルチームでいってほしいんだ。で誰かがブリッツ流れてきたらここから剥がれてこういうリレーションでいいよね、はい、でロールアウトをするっていうリレーションなんだけど、じゃあこの時に外からファイヤーが来た場合、はい、ちょっとはい、じゃあ今度ねあそこディフェンスエンドの外にラインバッカー上がってきた時はどういうイメージで行ったらいいですか。まあ、基本的な入り方は一緒ですね。一緒です。ちょっと R を描いて相手の外方を外方見ながらそこに合わせながら向かっていくような、はい、これはタックルも同じ、これはインが来る可能性かクロスがある可能性があるじゃん。それを踏まえながら、まあ、正面にアタックする感じでいいと思う。やってみてください。じゃあ一回ちょっとフルで行ってみましょう。藤子コーチ行けますか。ちょっとフルでお願いします。はい、行きます。レディーゴー。そう、はい、このリレーションで。そしたらこれであともう一個嫌なのがファイヤーが内に入ってきてエンドがお外に行く、クロス行ってみましょう。はいはい、行きます。レディーゴー。はい、これね、これ大丈夫ね。お、よくできた。はい、じゃあちょっとさっきあくびしてたからやってみようか。ね、眠いの。してませんよって言ったらなんか俺嘘ついてみたけど、俺は本当に見たよ。あ、じゃあノーマルパターンで、はい、ノーマルでディフェンスでロールアウトで、はい、行きます。レディーゴー。え、なんかあんなに壁作っちゃう、どんな。あディフェンスが間違えた。もう一回じゃあお願いします。ちょっと全力でやってもらっていい。はい、いきます。レディーゴー。絶対話聞いてなかったよね。聞いてなかったですね。だって今だって こっちから行っちゃったよね。こう行けって言われた。え、正直に聞いてた。いや、正直集中できてませんね。え、集中、コーチが一生懸命説明して集中できてなくて聞いてないとか結構、どう思います。ポジションリーダーでしょ。すいません、自分が指導不足です。指導不足。え、聞いてなかった。聞いてたんですが、うん、すぐに忘れました。すぐに忘れるって。いやー、じゃあちょっと矢野くんにやってもらいましょう、はい、じゃあちょっと全力でお願いします。いきます。レディーゴー。はいはいはい、 OK です。でこれでまあついてっていいんだけど、必ずね内見てね、はい、うん、ナイスだと思います、はい、今藤井コーチが言った通りです。分かった。分かりました。じゃあちょっと君もう一回やってみようか。ちょっと不安。おじさん不安になっちゃうからさ、やっぱせっかくやきてる。はい、いきます。レディーゴー。おで、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そのカチョコとかそんなだってみんなできるのは説明聞いてたんだから、そんな俺やってやったっていう顔なんだ。やっぱはい、お疲れ様です。今ね、だいたいこのランニングバックの、まあ、ロールアウトとノーマルのマンツーマンサイズでねやって説明聞いて、私はまあよく分かったんですけど、ちょっとまた後で YouTube 見といてください。なんか集中してる時見てよ、はい、大丈夫？大丈夫です。ああ、こちらトレーナーのお名前知ってる？え、知らない。さっき言おうたやん。さっき本当に知らないの？三原さんです。え、チームメイト、同じチームだよね。はい。で、先輩だよね。はい。名前知ってる？知ってます。米の大志くん。じゃあフルネームで。はい、みはるさん。やばいな、もうこれ冗談だと思うんですけど、彼こういうキャラなんです。本当なんですよ、これ。結構まあ面白いキャラで通してるんで、いやちょっと教育は頼むよ。でもさ、そんなに別にさ、50人ぐらいでしょ。50人ぐらい名前覚えるってそんな難しくないから、ぜひね覚えてもらいたいなと。ちょっとせっかく、じゃちょっと一歩前に行ってもらって、なんか聞きたいこと一応聞いとくわ。みんなを代表して、趣味何？遊びに行くことに。ああ、要は遊び人ってことや。好きな食べ物は。好きな食べ物、うどんが好き。
そう、うどんが好き。でも福井県どこ出身なの？福井です。福井ってでも蕎麦じゃないの？蕎麦はあんまり好きじゃない。そうなんだ。俺も蕎麦だな。蕎麦アレルギー。どっち派？うどんです。うどんです。蕎麦です。で、うどんでね。うどんです。うどんだ。今蕎麦さん誰？そっか。みんなでうどん食べに行くときは君は誘わないからはい、はい、そんな感じで今日のランニングバックのまた何か分からないことあったらまた藤井コーチ福井県にで近いんでまた聞くんではいどうもじゃあありがとうございました。ありがとうございました。